中に梅沢線を中心に音楽してます佐藤と申します。よろしくお願いします。で個人事であれなんですけど、昨日笹原さんの送別会をしまして、いやいいお酒を飲んできたんですよ。いいお酒を飲んだんですけれども、やっぱ私男なんで、できれば庄司さんみたいな素敵な女性と二人でお酒飲みたいなっていう妄想の曲聴いてください。スイートダーリン。ありがとうございます。レイ君もありがとう。シャメご機嫌いかが、なんかライブじゃないなちょっと膨れたそんな君もいいんだよ。連射ありがとう。今夜はどんな顔を見せるのかな。ああ、吐息を混じらせ。君はグラスホッパー、僕は XYG で、今宵の時を楽しみましょう。溺れそうだよ Oh my sweet darling 炭酸の焼ける音しっとりしたデカリの中でくん、ありがとう。話したい気持ち止まらない。ああ小指を絡めて。君はグラスホッパー、僕は XYZ で、今宵流れる甘いメロディー溺れそうだよ Oh my sweet darling。 したいんですよ。私 MC に定評があるんでね自分で言う、はい、自分で言います。喋りの方が得意です。なのでいっぱい喋りたいんですけど、10分しかないので短い曲2曲で、はい、すいませんけれどもお話は少なめでいきます。最後ごめんねありがとうという曲です。皆さん、今日は本当にありがとうございました。全部集めてシャボン玉に乗せ、どこか遠くにいたら手拍子ありがとう。
どこなに人生いろいろ十人十色悩まずに済んだのかな心の中でごめんなさいって言えたはずなのにああああ今日は日曜日君とのデート相変わらずの君どこか曇り空の僕素直になれない天の弱だからそんな自分が嫌だ嫌だギターソロ心の中でごめんなさいって言えたはずなのにああああ君が笑ったそれが嬉しい仲直りしよういつも僕のそばにいてごめんねありがとうごめんねありがとうごめんねありがとういつも僕のそばにいていつも僕のそばにいていつまでも君と僕ありがとうございましたハーモニカありがとうございましたまたどこかで会いましょうはいありがとうございました。